今日も西田梨沙のにっこりチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日ねこれからね髪の毛切ってくるのでも何ヶ月ぶりだろう。ちょっと後ろ取れなかったんだけど見える？なんせもうすごい首にもついていて、あ、肩についていて、どのくらいかなちょっとわからないんですけど、ちょっと少し何センチか切ってきます。またレポするね。レポ？レポでいいの？わかんない。バイバイ、行ってきます。切ってきました。わかる？すごい、なんかもう本当にすっきりしました。はい、歩いて帰ってます。そう、私の担当はガロアリュールさんのミレさんが担当してくれています。本当にいつも思う通りにしてくださって、またお家に帰ったらゆっくり撮るね。あとでね。ただいま帰ってきました。どう？似合う？もう3月ぶり、今年の3月ぶりなので、今11月なのでおよそ、まあ、8ヶ月ぶりということで8センチ伸びてました。そう、結構セミロングくらいの長さにはなっていたんですけど、きっと5センチくらいだったかな。はい、切りました。もうなんかすっきりしてさっぱりした軽くなりました。でもステージの時でも髪の毛をこうアップにできるので大丈夫です。はい、もうなんか美容院に行くとすごくこう癒されて、あとシャンプーをしていただく時もうね、香りが楽しみで、あ、いい匂いっていつも匂ってます、私なんか匂いフェチなので毎回その匂いを楽しみに行っています。そして頭皮ね、頭皮マッサージがもうミベさん上手で、本当にたまにねこうね、うとうとしてしまう時もあるんですけど、本当になんかこうツボとか、すごい頭皮ってツボがある、頭にツボが多くあるみたいなので、むくむんですよ私顔を。すごくむくみやすくて、もう塩分過多になるとお塩を多く取りすぎてしまうともうてきめんなので、なるべく控えてるんですけど、そう、でもね、もうすごいなんかマッサージをしていただくとこうね、なんかお顔もむくみが取れる気がします。はい、気持ちかったです。今日もあとヘアオイルの香りもいい香りだしね。そうです、もう皆さんも美容院に行かれる方はきっと癒されに行っている方が多いと思いますけれども、私ももうね1ヶ月に1回のこれは楽しみの時間になっています。はい、今日はまあビフォーアフターになってるかわからないけど、あ、いい匂い、すっごいいい匂いする。一応自分なりに撮ってみました。でも後ろがねちょっとわからなかったかもしれないけど、この後ろの方は後でお写真でアップします。はい、一緒に載せますので見てね。はい、今日も西田梨沙のにっこりチャンネルをご覧いただきましてありがとうございました。そしてよければチャンネル登録もお願いします頑張って投稿します。はい、それではもう寒くなりましたので、皆さん風邪ひかないように気をつけてね。お体ご自愛ください。ではまたね、バイバーイ。